ははいこんにちはブングオーです、えー、今日の文具王のコレクション取って出しはこちら、はいえーとですね、ユニクロから、まあ、またね、えー、とこの間、えー、イオンの、えー、ダブルフォーカスっていうね、えー、T シャツ紹介しましたけれども、えー、ユニクロからもですね今年 UT で出ているものがですね4種類文房具メーカーのやつが出ているので、えー、それも届いたのでですねご紹介したいなと思います。 えー、ちなみに、えっ、ー、と、これはですね、え、ディクソンっていう会社、アメリカのですね、鉛筆メーカーのですね、タイコンデロガっていうね、えー、ブランドのですね、これ、鉛筆の模型なんですけどほら、ちゃんとあのね、ディクソンタイコンデロガって書いてあるんですけども、これはあれですね、店頭とかで飾るようですかね、あのー、こ、こんなでかいんですよね。こんなでかいんですけども、えー、鉛筆です。でもこれはあの、 いつもね、赤い鉛筆を持ってることが多いと思うんですけど、あれ貯金箱なんですけども、これはですね、まあ、店頭用のものでですね、結構、ここは重いんですよ。しっかりしてるんですけども、重いので、これはね、あの、普段はあまり外に持ち出さないんですけれども、という感じで、こんなものもあったりします。というのは、まあ、置いといて、ね、まあ、こういうね、あの、やたらいろんなものがですね、まあ、いちいち、ね、 こういうのがあるわけですけれども、見せる場があんまないので、まあこういうところで見せていければな、ということで。前回ね、あの、机の上に置いてね、シャツを紹介したんですけども、やっぱりね、あの、シャツなんで着とかないとな、ということで、え今回ちょっと着てやってみようかな、ということですね。はい。まずはですね、まあアメリカの 3M っていう会社が、えね、 えー、作っているスコッチっていうですね。まあ、ああの、粘着テープ。透明粘着テープのブランドですね。の、あの、まあ、T シャツなわけですけども、ここのところがほら、ね、えー、テープで止めてあるみたいな感じの、えー、デザインになってます。トランスペアレントテープってことで、まあ、あ透明テープって書いてあるわけです。で、まあ、スコッチっていうブランドはですね、まあ、日本でいうね、セロテープっていうね、 名前がありますけれども、日版のセロテープ。あれもほとんど一般名称化してますけれども、えスコッチもですね、アメリカとかではですね、まあこういう、ね、あの、日本でセロテープ取って、みたいな感じでですね、スコッチテープってね、言われてたりするみたいです。ということでですね、まあ、めちゃくちゃでかい会社のめちゃくちゃ有名なブランドではあるんですけれども、で、なんでここはね、こんなね、チェック模様になっているかっていうと、このブランドは基本的にですね、箱とかにこれを、このチェックを使ってるんですね。 でまあこんな感じです。とこれね、ちょっとね、箱が、ちょうど箱のものがなかったんですけど、同じテープがこれですね。ということで、こんな感じでですね、ここのところにほら、チェックが入ってるんですけれども、まああの、これね、実はね、色違いがいろいろあって、緑とか、ね、赤とかって、これはね、あの、機能が違うと、こうやってですね、色違いになってるということで、青とか緑とかいろんなのがありますという感じです。 ということで、まあ、スコッチなんですけども、このテープで貼ってあるよ、みたいなところがですね、まあ、今回のね、えーまあま、可愛いところであります。ちゃんとね、下がね、ちょっと透けてるでしょねで。あのー、スコッチテープといえばですね、まあ、あの、メンディングテープで結構有名ですけれども、ね、あの、ちょっと、あのー、こう貼るとですね、貼ってあること自体が、まあ、これ分かりやすくこうやって書いてありますけれども、えー、見えづらくなるっていうテープがあります。あれはね、結構、その、 なんですかね。紙の上から貼った時に、あの、ね、テカテカ光らなくて目立たない。あと、鉛筆とかで上からかけるっていうメリットがあるので、いいですよっていうですね。まあ、テープの分類っていうね。まあ、この、えー、貼って剥がせるテープとか出た時にもですね、あの、その、テープの説明っていうのも動画で一回やってるので、それもね、あの、最後のところでですね、まあ、関連映像で出しておきますので、えー、見ていただければと思います。 次はですね、え 3M のですね、ま、同じ 3M のポストイットですね。ポストイットも皆さんご存知の、え付箋のブランドでありますが、ま、ここのところですね、えま、よく使う正方形タイプと、あと長方形、こうやって並んでますけれども、一応これね、あの、こんな感じになっていてですね、ま、よ、これこれこれ、ね、あの、75ミ、mm、リ角なんですけども、こうやって並べてみるとですね、大体減寸っていうね、感じになってますと。 いう感じなので。まあ、これもね、いい感じで、ポストイット。ね、3M が2柄出てますよという感じですね。こっちには綺麗に並んでいて、こっからね、こっちに貼ってあるみたいな感じのデザインです。やっぱこういうね、あの、T シャツの柄にした時にどうやって遊ぶかっていうのも結構ね、気になるところではあったりしますよと。そして次はですね、これパイロットのフリクションですね。まあ、こんな感じになってますが、はい。フリクションはね、難しいよね。 この、形がっていうよりは、この消えるっていう機能なんだけれども、それをどうやって表すかなんですけど、ね、ライト、イレースって書いてありますけども <laughs>、これは苦しいな。あのね、フリクションはね、いくつかあるんですあの、文字が消えてるバージョンとかがあったりするんですけれども、んなかなかね、フリクションらしさを T シャツで表現するっていうのがなかなか難しいのかななんて思ったりします。ということで、まあ、これはね、うん、まあまあ、わかるけどっていう感じですね。 ま、さっきのね、あの、スコッチのね、エレガントな感じからすると、ちょっとね、あのー、もう直接的にね、書いちゃってますけどね、これ文字で説明しちゃってるところがですね、辛い感じっていうのはありますけれども、まあわかりやすいのでいいかなと思います。はい、そして最後はですね、トンボ鉛筆のですね、えー、これね、8900番という鉛筆ですけれども、ね、こんな感じです。え、トンボ、ハイクオリティペンシルって書いてありますね。まあまあ、そうやろうという話ではあるんですけれども、こんな感じです。 でですね、まあ、見どころとしてはですね、えー、これね、これ3つ並んでるんですけれども、若干丸の大きさが違う、違うんです。ということでですね、これあの、濃さによって神経が違うってことなんだろうな。で、この下にですね、えっ、ー、と、こう書いてあります。まあ、2H, HB, 2B ってあるんですけれども、それぞれに、ほら、線幅が違っているんですね。まあ、尖らしてるから、本当は全然関係ないっちゃ関係ないんですけれども、まあ、あのー、 ま、芯のコードによってですね、中に入ってる芯がちょっと太さが違うんだよ、みたいなことが表現されてるのかなと思います。ま、あそれにしてもね、この線の濃さはね、同じ黒で表現せざるを得ないので、ここがね、やっぱり、まあ、鉛筆のね、えブラック加減を表現するのはなかなか難しいな、という感じではあります。で、ま、あね、ここにですね、ま、あ8900万の絵があって、でですね、あの、最後のところにここにね、こうやって、 これなんですかね、このなみは。えー、ジェネラルライティングペンシルズって書いてあるので、まあ一般筆記用の鉛筆だよっていう風に書いてあるというね。まあなんてことはないんですけれども、こんな感じですけども、まあ、色もね、割といい感じの色で、ちょっとね、ダークな感じでですね、でもなんかこう、あんまりね、真っ黒でもないしっていうところでですね、これ普段着しやすい。 感じかなと思うおこういうのね。買ってきたときに、俺ね、これね、つけたまんまでね、あのー、出かけたりすることが、結構こういう T シャツいっぱい買うので、時々指摘されるんですが、あ、L、L ってついてるよみたいなのがね、バレちゃうんであれですけども、まぁ、あ、こんな感じでですね、a、えー、T シャツ、ね、こんな風にですね。<laughs> まあ割と普段着もしやすいぞということでですね、えなんかね、トンボなんかはね、すごくね、見やすくていいかなという風に思います。 いう感じですね。まあ、T シャツこんなに買ってどうすんのですけど、僕年中 T シャツなので、割とね、着回して普通に着ていますという感じです。まあ、コレクションとか言ってですね、しまっといてもですね、まあ、いつまで経ってもですね、ま、ああの、これが価値が上がることもま、あないでしょうしっていうのもあるし、うーん、そうだな、やっぱり T シャツは着て、着てだなっていうふうに思います。まあ、こういうのをね、歴史の何かとして置いとくっていうのもでね、場所を取るし、あとね、布ってね、 やっぱね、ずっとしまっておくとですね、しまっといたらしまっとたら。このまま段ボールとかに入れといたら入れといたでですね、まあちょっとね、あの、何年もほっとくと嫌な匂いがしてたりとかすることもありますし、なんですかね。やっぱり、あのー、これはもう消耗品と割り切ってですね、普段のイベントなんかで着ていった方がいいのかなというふうに思いますよという感じです。以前持ってたね、えー、っと、 ポスイットの、あの、可愛いやつあったんですけれども、それはですね、もう印刷がボロボロになっちゃったので、捨てちゃったんですね。あの、一回動画で紹介して捨ててます、みたいな感じなので、やっぱこういうのもね、やっぱりあの、で、普段は、 あの、イベントなんかの時はこの上からシャツ着ちゃって見えないので、まあやっぱり見せる場所が欲しいっていうのもあってですね、YouTube いいかなというふうに思いますよということで、まあこれね、置いといてもしょうがないので、着て写してみました。いかがでしょうか皆さんもですね、UT はね、結構ね、質もいいですし、まあね、あのー、買いやすいところにあると思いますので、気になった人はですね、えー、見てください。で、あの、お店に行くの今難しいっていう人もですね、ネットで通販で買えますので、そこら辺もですね、見て、 え、いただければと思いますよという感じです。ということで、えー、ね、今日の文具王のコレクション取って出しは、えー、ユニクロの UT でした。以上です。